たくさんの人々の中から、まず21人、22人のに選ばれて、その中からさらに2人に選ばれて、そんなステージに立たせていただいてすごく嬉しく思う素直な気持ちと、支えてくださったたくさんの方々に感謝の気持ちでいっぱいです。そうですね、これから、たくさんのことを勉強していっぱいいっぱい吸収して、一回りも二回りも大きくなって、自己 PR でちょこっと言ったんですけど、本当に自分のことを聞いてくださる、見てくださる方々の一部に1秒でもいいって、すごく寄り添えるような、そんな声優になれたらなって思います。